今回の対決の舞台は福島県にあるエビスサーキットだ。早速ライバルたちを紹介しよう。まず 1.3 リッタークラスはこのクラス最強のパワーを誇るカルタス GTI と、最近のマイナーチェンジでよりスポーティーになったシティ CRI だ。 1.6 リッターはジェミニ WZ ハンドリングバイロータスと、やはり軽快さが売り物の CRX-SI である。共に16バルブツインカムがパワーソースだ。2リッタークラスは因縁のスカジー対サバンナ、 GTS オーテック対 RX7 アンフィニだ。4組目の3リッタークラスは日産とトヨタのフラグシップカー同士、レパードとソアラの対決である。ドライバーは本誌キャスター中谷選手とドリキンこと土屋選手である。タイムアタックはエビスサーキットを各社10周しベストラップを競う。ではコース紹介も兼ねて中谷選手のシティを追ってみよう。エビスサーキットは全長 2.06 キロ、高低差67メートルの起伏に富んだコースである。第1コーナーから600メートル先の第1ヘアピンまで一気に下る坂の途中には20Rを2つ組み合わせた S 字コーナーがある。 S 字を抜け約300メートルの直線を一気に駆け下りる。トップからセカンドまで落として第1ヘアピンを回る。第1ヘアピンから次の第2ヘアピンまでは今度は緩やかな上りになる。コースの中間地点にある第2ヘアピン、中谷選手のシティは40秒台でここを通過した。第2ヘアピンから最終コーナーまでは再び下りストレートだ。この先には複合の最終コーナーが待ち受ける。最終コーナーの後にはきつい上りが控える。ここで中谷選手のシティインプレッションを聞こう。シティはやっぱし馬力がちょっと上りで辛くてね、で二速と三速がすごい離れてるんですよ。まあ、三速でここ登ってこなきゃなんないんで、その辺でちょっと努力性の点にちょっと辛かったですね。橋はすごくいいですね。だから下りだけのコースだったらもっと面白かったんじゃないかなと思うんですけど、ね、さてシティのベストラップは1分20秒005。シティのライバルカルタス GTI は土屋選手がドライブ。カルタスはシティより15馬力プラスの115馬力ツインカムエンジンを備えている。では土屋選手のインプレッション。このクラスとしてはもう全然レスポンスがいい。トルクもあるしね、乗ってるとねいい感じで、こうこのコンパクトボディで、あの柔らかさだからそれほど気にならないような、そういう感じが乗っててね。ベストラップはシティを約 1.5 秒上回った。宿命の対決は5ラップ勝負。まずイン側からスタートしたカルタスがプラス15馬力の余裕で1コーナーに飛び込んだ。しかしシティもフットワークを生かしてピタリとカルタスに食い下がる。テールトゥーノーズの接戦であります。シティが第1コーナーでインをつく。しかし抜けません。パワーで逃げるカルタスをフットワークで追うシティという展開になっております。2周目の第1ヘアピン、おっと中谷選手のシティがブレーキングでハーフスピン。3周目の最終コーナー、カルタスが先頭であります。おっと今度はカルタスが大きく外に膨らみました。すかさずシティがインをつく。しかしカルタスもパワーを生かして上り坂でシティを捉えました。第1コーナーでカルタスが仕掛ける。しかし中谷選手巧みにブロック。4周目の最終コーナーであります。カルタスがパワーに物を言わせて急な上り坂で一気にシティを抜きました。カルタスがトップでチェッカーを受けます。シティもアンダーパワーながら大健闘。 1.3 リッタークラスの対決をよく盛り上げてくれました。どうでしたでしょうか。まああんなもんでしょう。